が切れちゃった。はい、じゃあ行きましょう。今日お客様と同配メイン会社の口までお越しください。まもなく臨時が発車です。臨時が発車しているってことは、はい、はい、あ、そっか、このウェブチケットのそれまた忘れてたの。ウェブチケットで予約していけるってやつ。今日マジで動画整理しよう。特に画像もう多分見ない。2021年以降あそこ、ここで前にしないとダメなんだ。リュックサック前にしないと。ちょっと待って、これ持って、風に飛ばされたりして。上のトイレ行こう。はいよ。これ多分ショルダーとして一回腕ここで行きましょう。あ、ちょっと閉めればいいんだね。うん、どうかな、片手でできるかな。ちょっと持って、これ、剣持ってるね。ぷいぷい。ポンタレ、つけすぎた。はい、ありがとうございます。こちらで行きますか。はい、はい、じゃあ切符を預けてしますね。はい、ありがとうございます。じゃあ合図したらこの動いてるベルトに乗ってください。はい、乗ったら歩かないで立っていてくださいね。はい、はい、じゃあ黄色い椅子に座ります。はい、はい、どんどん乗りましょう。何を置いてるの。はい、そのまま乗っけますよ。はい、はい、乗りましょう。はい、どうぞです。綺麗だね。これはどうしても撮りたかった。お疲れ。いや、眠くなってきちゃった。
眠くはなんないし。じゃあペットボトル落ちてる。久々だね、パンちゃんこっち側来るのね。うん。No. あ、やべえ、サブの方落としちゃったかも。え？サブ携帯の方落としちゃったかも。どこに？ここの下に。え、なんで？ポケットから。え、なんで？ポケットに入ってたの。やべえ。もう落としましたね。こっちメインはある。なんか手に座ってた椅子のところに落としたから。サブの方だね。あれメインがある。つまり。もちろん。さっきメイ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 言ってたらさ、クロスが。怖かったね、ちょっと引っ掛かるもんなの。本当に。ん？本当に。もう降りてから探すとかできないから、何か下手に動かんといて。うん。ポケットに入って落とすけど、まあ、座るときに落ちたな。うん、あれもまあ、降りた時にもう一回聞いてみるか。いや、探した方がいいか。ちゃんとあるから。いや、多分、はい、ポケットに入れておくことして初めてだと思いました。この振動で落ちたな。ダメだな、このズボン。ポケットには入れないのがいい。うん。ズボンにかかったんですよ。
ってくださいなんか落としましたよ、遠い声だから後ろの方から俺かもしれない。何もそういう声聞こえなかった。本当ただ聞こえた方じゃないから大丈夫だと思う。スタートすぐ近くだったらすぐ拾えると思う。本当じゃない、まあ、だって水門まで行っちゃうと止めないと動かず取れないんですけど、まあ、すぐ近くだったら、うん、入れて落とすって初めてかもしれパスなしじゃないのか、ポケット。やっちまった。意外に落ちるね。うん、まあ、こういうとこじゃなくてよかったけどね。ここら辺でしたらもう多分諦めるで。手持ちで落とすならさすがに持ち違いだけど、
歩いて左に出ます。